え？なんで？お料理ね、私が作るから。親父が死んだ。お待たせしました。どうぞ。あこさん、これ確かこれ親父が初めて俺たちに作ってくれた料理です。どうね。おいしい。うん。家族の思い出の味で遠い記憶が蘇ってゆく。わかんねえんだよ俺、家族って何なの。煩わしいだけじゃないの。どの面下げて言い寄せてくれ。二人に知ってほしいことあって。最初の晩餐。